第3代オーフォード博ジョージ・ウォルポールの肖像が第3代、オーフォード博爵ジョージ・ウォルポールは、イギリスの貴族、初代首相、ロバート・ウォルポールの孫にあたる。1730年4月2日に、初代ウォルポール男爵、ロバート・ウォルポールとその妻マーガレットの間の、長男として生まれた、イートン校を卒業。1751年3月31日の父の死により、 第3代オーフォード伯爵位を継承し、貴族院議員に列した保育党に所属し、1755年から1782年にかけて、新出自重長を務めた。1757年から1791年にかけては、ノーフォーク党官を務めた。1781年1月13日の母の死により、第16代クリントン団爵位を継承した。 1791年12月5日に死去した。結婚しておらず、子供もなく、クリントン男爵位を除く保有爵位は、おじのホレス・ウォルポールが継承した。一方、母から継承したクリントン男爵位は、休止となったが、1794年には、ロバート・トレフィウシスが継承者に確定した。1751年3月31日の父、 ロバート・ウォルポールの死により、以下の爵位を継承した。1781年1月13日の母、マーガレット・ウォルポールの死により、以下の爵位を継承した。ありがとうございます。